こんにちは、ガジェット G です。いやー、だいぶ暑くなってきましたね。うちはオンボロマンションの5階なんですが、今日はエレベーターが点検で止まっていたので、エントランスの宅配ボックスに届いたアマゾンからの荷物を階段で取って戻ってきたら汗だくになってしまいました。何が届いたかと申しますと、今日はマイクロソフトデザイナーコンパクトキーボードと、あと別にそれで使うわけではないのですが、キーボードケースが同時に届いたのです。それでびっくりしたのですが、精密機器であるマイクロソフトデザイナーコンパクトキーボードは全く緩衝材の入っていないこのペラペラの封筒で届いたんです。結構こう重みがありますからね。本当にこの封筒に入ってるだけだったんです。そして逆にキーボードケースの方は保護するためのアイテムであるにもかかわらず、このような大きな箱で十分にクッションが入っている状態で届いたのです。それで私は完全に入っているものが逆だと思い込んで開封したので驚いたというわけなのです。まあ幸いキーボードの方は今のところちゃんと動いていますけどね、完全にこれは逆だと思いました。で、話がなんか最初から脱線してしまっているのですが、本題に入りたいと思います。当チャンネルは iPad でいろんなキーボードを使ってみようっていうお気楽なメインテーマで運営しておりますので、 iPad やキーボードに関心のある方はチャンネル登録していただくと、とても有意義な情報とまではいかなくても、ちょっとしたヒントぐらいは得られる可能性があるかもしれませんので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。それでまずはマイクロソフトデザイナーコンパクトキーボードの購入の経緯から始めたいと思います。で、ちょっとこのキーボードの名前が長すぎますので、以後誠に恐縮ですが MDCK と略させていただきたいと思いますので、ご了承ください。このキーボード素質としては良さそうな感じがして、また各方面の評価も悪くなかったので、以前からとても気になってはいたのです。ただiPad において日本語入力モードの切り替えがスペースバーの両脇の A と R ですね。で、できるか否かが判明しなかったことと、通常の日本語実配列とは異なって機能キーのカタカナ、ひらがな、ローマ字のキーがないとかの不明点があったために購入に踏み切れませんでした。まあこのキー配列はなんかほぼ Mac の日本語実キーボードのそれですよね。ところが最近視聴者様から先に挙げましたスペースバーの両脇の A と A が iPad でちゃんと機能するとの情報をいただきましたので、導入するに至りました。イニシャル S の視聴者様、本当にありがとうございました。画面を通じまして改めてお礼申し上げます。ではまず動作確認をしてみました。一番危惧していたその iPad の場合ですが、A で英数無変換、A でかな変換モードへの切り替えがちゃんとできました。いやーよかった。これがね、よくできたと思って不思議な気もするんですが、一応 Windows でも Mac でも試してみましたけど、もちろん大丈夫でした。まあ当たり前ですよね。Windows で可能なのはね。そしてこの MDCK のモード切り替えの良いところは、今も申し上げましたように Windows でも Mac でも iPad でもこの2つのキーで全く同じに動作するという点ですね。次に iPad 専用化カスタマイズに入りたいと思います。まあ私の場合、以前から申し上げておりますように PC や iPad の作業の合計の割合の9割を iPad で行っているものですから、例によって iPad 専用化カスタマイズを行うことにしました。この専用化カスタマイズを行うことが前提でしたので、 MDCK の色はマットブラックを選択しました。なぜ黒なのかと言いますと、1番カスタマイズに使用する US 配列のキートップシールで白地のもので良さそうなものが見つからないということがあります。それから2番黒地の US 配列シールの手持ちがまだあるということ、3番黒地の方がおそらくキートップに貼った場合に目立ちにくいと考えていること、それから4番が黒の本体の MDCK の方が安価であるということ、この4点ですね。
これによってマットブラックを選択したという次第です。ではここでシール添付作業映像をご覧ください。それでは早速キートップシールを貼っていきましょう。このキートップシールはまあ500円もしないぐらいなんですね、1枚。まあそれで US 配列で黒いものなら大丈夫だと思います。では US 配列に代わってそごが生じるキーにだけ貼っていきましょう。これは付属のピンセットですね。ピンセットはいりませんね、これ。マイクロソフトデザイナーコンパクトキーボードのキートップはかなり平らなので貼りやすかったですね。こんな感じです。まあシールは、まあ、これだけ残っちゃいましたね。まだ貼ってない部分がたくさんあります。とりあえず以上です。まあこんな感じですね。では次に比較検証評価に入りたいと思います。いつもそうなんですけど、単独では評価しづらい面がありますので、やはり多機種との比較をするのが一番わかりやすいと思い、今回はコンセプト的に最も近いと思われる Apple 純正の Magic Keyboard 2と比較することにしました。こちらも名前が長いので以後恐縮ですが AMGK と表現させていただきたいと思いますのでご了承ください。では早速比較検証していきましょう。まず1番、デザイン性ですが、 MDCK は丸みを帯びていて手に持った時の馴染みは良いのですが、別に持って使うわけではないので、まあ、大した意味はないと思います。逆に AMGK の方はエッジが立っていて手に持った時になんか違和感というのか手が切れそうな感じがあるんですが、これも持って使うわけではないのでまあどうでも良いかもしれませんね。単純にこれはデザインの好みの問題だと思いますが、まあ、私はそれぞれの良さがあると思ってこれについては甲乙つけがたい気がします。それから2番、サイズですが、 MDCK の横幅は 284mm から 5mm の間ぐらいな感じなんです。そして AMGK の方は 280mm と、まあ、若干 MDCK より狭いかなという感じですが、一見したところほとんど一緒ですね、これはね。それから MDCK の厚みは一見かなり薄くて、本体部分は一番厚いところが 9mm ではあるものの、ラバー製の足の部分が 2mm 程度出っ張っているので実際には 11mm ということができると思います。でこれはですね AMGK と一緒なんですね。それから3番、 MDCK が 288g でAMGK が 240g と 50g 近く MDCK の方が重いのですが、まあ大したことはありませんね。そんなに気にしなくてもいいと思います。まあ、この重さが打鍵感に対してはプラスの働きをする要素にもなるのではないかと思っておりますので。次4番、キーピッチですが、これはどちらも 19mm です。5番、キーストロークですが、正確には測れないのですが MDCK の方が 1.1 ミリから 1.2 ミリ程度、 AMGK が1ミリ程度だと思われます。6番、電源ですけど、 MDCK がボタン電池の CR2032 を4個使っています。それから AMGK の方は内蔵リチウムイオン電池ですね。 MDCK の方は通常の使い方では3年程度持つようなのでほぼ問題はないと思いますね、これで。それから7番、電源スイッチなんですが、 MDCK の方は底面にあって引っかかりも少ないので指の太い私にとってはオンオフの作業がかなりやりにくいんですね。 AMGK のそれは背面にあって裏返さなくても手を後ろに回せばオンオフできるので、 MDCK のそれよりはマシだと思います。一番操作しやすいタイプはエルコムなどに見られるキーボードの上面にあるタイプだと思うんですよね。これはやっぱりメーカーのこだわりなんでしょうね。
8番肝心な打鍵感なんですけど、 MDCK の方の評判は結構良かったのですが、実際に私が打ってみたところかなり柔らかいのではないかという感触を受けました。ソフトというと聞こえは良いのかもしれませんが、私の好みからするとちょっと柔らかすぎる感じがするのです。腰がないという言い方ができるのかもしれません。どちらかというとメンブレン式に近い感触なんですよね。キーストロークが短めなのにオーカーツが低いと底打ち感が高くなってくるのじゃないかと思うのです。 AMGK の方はキーストロークは、まあ、MDCK より微妙に短いにもかかわらず打鍵感は意外と良いのかもしれません。今まで AMGK だけ使っていた時にはまあそんなに悪い打鍵感ではないものの、もう少しキーストロークが長かったらもっと打鍵感は良いんだろうなって思っていたのですが、MDCK を叩いてから AMGK を叩くと、いやこれ結構まあ悪くないんじゃないっていう感じもしてきました。おそらく MDCK より若干オーカーツが高めな感じなのが指先の衝撃を受け止めて、かなり薄いキーストロークなのにもかかわらず意外と良い打鍵感を得ているのではないかと思うのです。とは言ってもロジクールの MX キーズミニのそれにははるかに及びません。最近打鍵感の基準をロジクールの MX キーズミニに置いています。これはかなり高いハードルですね。9番では次に打鍵音を聞いてみましょう。ではマイクロソフトデザイナーコンパクトキーボードの打鍵音を鳴らしてみたいと思います。次にアップルのマジックキーボード2日本語 JIS 配列版です。MDCK の打鍵音はかなり静かな方だとは思います。ソフトな打鍵感からしてまあ最もなところでしょう。それに引き換え AMGK の方はカチャカチャいう感じではあるのですが、まあうるさいというほどでもないと思います。まあ若干のクリック感があると言えなくもないのかもしれません。打鍵感打鍵音を含めた総合的フィーリングはまあ好みの問題で、一般的にこちらがおすすめということはできない気がします。ただ私の好みではどちらかというと AMGK の方が好みかなという感じですね。では10番コスパ面と結論。 MDCK の価格は色がグレイシアの方で6000円台後半、マットブラックの方で6000円台前半という感じですかね。それに対して AMGK は1万円ちょっとという価格なので、まあ一般的にはコスパ的に MDCK の方が上だとは思います。ただし MDCK は iPad 用としてはキー配列不整合、まあ、US 配列になってしまうということですね。この問題がありますので、その点を別に気にしないという方、あるいは私のようにキートップにシールを貼って対応するということが前提となります。でもまあとにかく価格を度外視した絶対評価では私としては AMGK の方が若干ベターっていう感じの思いになっております。しかしこれはどちらかというと Apple 純正にこだわりのある人間の先入観から良いと思ってしまうという要素もかなりあると思われますので、相当割り引いて受け止めていただいた方が良いのかもしれません。はい、今回の動画は以上となります。もし少しでも参考になったと思われた方は高評価ボタンを、そしてもしよろしければまだの方はチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。